はい、どうも、生物担当の田中隆之介です。今回は定期試験対策シリーズの生物第4回目、酵素に関する問題を扱っていきます。では早速、資格の一番からやっていきましょう。文章読みながら穴埋めをしていきたいと思います。酵素がホニャララとして働く化学反応が酵素反応である。酵素反応が起こるときは、気質が酵素のホニャララに結合し、ホニャララができる。 次に、ホニゃララに結合している気質が生成物、生成物へと変化し、そして酵素から離れるとね、あります。で、まず、酵素ね、何として働きますかって言ったら、触媒として働きます。なので、カッコ1には触媒。そして、気質が結合する部分ですね。酵素の中で気質が結合する部分のことを活性部位と言います。なので、カッコ2番が活性部位。そして、何ができるかって言ったら、酵素気質複合体というものができます。で、えその後ですね。 酵素反応は速やかで、酵素の種類によっては1秒間に100万分子もの気質を生成物に変化させることができる。酵素反応の速度は気質濃度によって変化する。酵素濃度が一定で気質濃度が十分に低い場合、酵素反応の速度は気質濃度にほぼ比例して大きくなる。しかし、気質濃度が十分高くなると反応速度は最大となり、それ以上増加しなくなると。では続きです。 気質濃度が十分高い場合、酵素反応の速度は酵素濃度に比例する。また、酵素反応には、無機触媒にはない最適ホニャララや最適ホニャララがあるということで、まあ、酵素には最適 pH や最適温度があるわけですね。まあ、ここ、カッコ4とカッコが pH 温度が入るんですが、まあ、ここは純不動です。 では、その後、酵素にはその作用を表すために、ホニャララと呼ばれる分子量の小さな有機物を必要とするものがある。まあ、これに関しては、補酵素となります。で、補酵素は酵素との結合が弱く、半透膜を利用して分離することができる。補酵素は熱に対して比較的強く、ビタミン類を成分としているものが多いですよということで、まあ、よくね、その脱水素酵素の補酵素っていうのが出てくるんですけど、まあ、その例としては、呼吸で出てくるものとして NA、NAD プラスと FAD。 また、光合成で出てくるものとしては NADP プラスっていうものはね、知っておいてください。では、問いの1番はもう終わっていますので、問いの2番からです。下線部丸1に関して、酵素が働くことで化学反応が進みやすくなる理由を20時以内で述べなさい。これはですね、結局のところ、酵素が触媒として働いてるからなんですけど、その理由というのは、気質の活性化エネルギーを低くしているからなんですね。まあ、活性化エネルギーというのは、 気質が反応しやすくなる状態になるのに必要なエネルギーのことです。で、その時に、まあ、酵素があると、触媒があると、その活性化エネルギーが低くなるんですね。まあ、すなわち、まあ、すぐにね、他の物質に変化しやすい状態になるということになります。まあ、なので、問いの2番に関しては、活性化エネルギーがまあ低くなるから、とね、答えてあげてください。また、 問いの3番、下線部丸2の操作を何と呼ぶか、その名称を答えなさいという話ですが、これに関しては、酵素と保酵素の分離ですね。で、これっていうのは、分子量の違い、大きいものとちっちゃいものを分けるよっていう操作になります。まあ、それを透析と言います。なので、問い3番の答えは透析となります。では、ここで酵素の特徴について簡単に確認をしてお,しておきたいと思います。まず、酵素は触媒としての性質を持ちます。なので、反応の前後で自身は変化しませんよ。 また化学反応を促進しますよと。で、触媒が化学反応を促進するのは、気質の活性化エネルギーを下げるためです。そして、酵素は主成分がタンパク質となっていて、また一部の酵素、脱水素酵素などは、補酵素という物質が必要になります。 では分一から読んでいきましょう。生体内の様々な反応は、タンパク質である酵素が触媒する反応で営まれている。触媒としての酵素の反応を考えた場合、酵素を E、酵素の作用を受ける物質、カッコ気質を S。気質が酵素による作用を受け、生じた生成物を P とすると、反応は以下のように表すことができる。なお ES は酵素の活性部位に気質が結合し、酵素気質複合体であるということで、 まあ今、ここにね、その酵素と基質が作用して生成物になるまでのね過程を反応式で表すと、こういうふうにね、表すことができるわけです。では、問いの4番について考えます。最適温度及び最適 pH のもとで、酵素 X と基質のみを試験管中で反応させ、時間を追って生成物量を測定すると、図6のようになった。生成物量が反応開始後10分以降に変化しない理由として、最も適切なのはどれかということで、ここにね、グラフが出てきているわけですね。 で、グラフを見るときというのは、必ずね、横軸と縦軸が何なのかっていうのをね、確認しなければいけません。今回は、時間変化に伴う、まあ、生成物量の変化を表しています。まあ、つまり、ね、最初、気質がいっぱいあって、それがどんどん生成物にこれ変わっていくわけですよね。で、その過程で、生成物がどん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 増えていくっていうグラフになります。で、最後はね、これ、 グラフが一定になっているわけなんですけど、それはつまり、もうね、生成物がこれ以上できませんよということであり、それはすなわち、気質がもう残っていないということになります。ですので、今回ね、答えとしてはもうね、気質が残っていませんように該当するものなので、選択肢の E と。10分で気質がすべて生成物に変わってしまったためということになります。では、問いの5番に行きましょう。 1> 問1の酵素反応条件を次の丸1、丸2の反応条件に変化させた場合、図6はどのように変化するか正しいものを図7の A から I の中から選べと。ではまず丸1番。気質量のみを半分にした場合ですね。で、当然気質を半分にすればできる生成物も半分になってしまいます。ただし、酵素の濃度とかを変えているわけではないので反応速度は変わりません。 また、今回のね、横軸時間、縦軸生成物量において、このグラフの傾きが反応速度を表していますで。今回ね、反応速度は変わりませんので、単純に生成物の量が半分になっちゃったよっていうグラフを選んであげます。でまずね、確認しておきたいのは元のグラフですよね。元のグラフでは、まあ、10分のところで生成物の量が最大になっていました。そして、そのね、生成量の最大値は1でした。 で、今回、気質の量を半分にすれば、生成物の量は最大で0.5ということになります。で、グラフの傾きが変わりませんよということになりますので、最初のね、丸1のグラフの、丸1のグラフを書いてみると、まあこんな感じのグラフになるわけですね。傾きはそのまま、最大値は0.5。じゃあそれを探してみましょう。そうすると答えは A。ね、選択、丸1番の答えは A ということになります。 では次、丸2番ですね。高素量を2倍にした場合という話ですね。で今回、気質の量を変えていないので、最大生成量は1のままですね。高素量を変えれば、当然反応速度が上がります。高、ね、素量を2倍にすれば反応速度は2倍になります。なので、先ほどのグラフを基準に考えると、さっきは10分で生成量が1になっていたわけですね。で反応速度が倍になれば、時間は短縮されます。 まなので、今回は5分で最大生成量に達するということになります。なので、そのグラフをね、ざっと書いてみますと、こんな感じのね、グラフになるわけですね。まあ、なので、5分で1に達する、ね、そういうグラフを探すわけです。で、5分で最大生成量の1に達しているグラフはっていうと、こちらの i のグラフとなります。なので、2番は i を選んであげることになります。では、今度、分2に行きましょう。 図8は気質濃度と反応酵素、酵素の反応速度の関係を表している。図中の波線は酵素と気質のみの酵素反応速度の変化を示し、丸1から丸6の曲線は酵素と気質以外に一定量の酵素反応を阻害するものが点火されていると。で、今回のグラフはこちらになるんですが、まず確認しておかな,おかなければいけないのは横軸と縦軸。今回は横軸が気質濃度で、 縦軸が反応速度を表していることになります。で、今回のこの破線のグラフが阻害剤がない時の、まあ、一般的なグラフとなってるわけですね。では、そこで問いの6番。図8の破線は酵素と基質のみの酵素反応の、酵素反応速度の変化を示しているが、相対基質濃度が2.0を超えると反応速度が上昇せず一定の速度となる。この理由として最も適切な、適切なものはどれですかっていうお話ですね。 で特に横軸が気質濃度の時のグラフなんですけど、この、この時のね、反応速度というのは、酵素気質複合体の濃度に比例します。なので、反応速度を酵素気質複合体の濃度に置き換えて、だから途中までは2気質濃度を上げるほど複合体の濃度が上昇していく。だけど、その後は一定の値になるってことは、酵素気質複合体がもうそれ以上増えてませんよっていうことになります。 で、なぜグラフがね、一定になるかと言ったら、それは酵素、基質、複合体の濃度が一定になるからですね。それはすなわち、すべての酵素が基質と結合している。だから、基質をそれ以上増やしても複合体の濃度は上昇しない。つまり、反応速度は上昇しないということになるわけです。では、それに該当する選択肢を探すと、まあ、かなりストレートな表現で答えが存在しますよね。これ、まあ B が正解です。酵素、反応速度が最大反応速度に達した達した,ため、 これはね、つまり、すべての酵素が気質と結合しているためです。ちなみに、選択肢のね、D とか F って気をつけておいてくださいね。なんか、すべてという表現が含まれているから、ここら辺選びたくなっちゃうかもしれませんが、僕はさっきね、すべての酵素がって言ったんですね。ここは気質のすべてと言ってるわけですね。なので、これね、全然答えとは違いますので、ここはね、あの、選ばないように気をつけておきましょう。 では、ここで、酵素反応とグラフのお話をまとめておきたいと思います。まず、酵素反応のところで出てくるグラフは、大きくね、2種類あります。1つは、横軸時間で縦軸生成量のもの。で、もう1つが、横軸気質濃度で縦軸が反応速度のものです。で、まずね、この時間と生成量のグラフからなんですけど、まあ、基本的にはね、時間が経てば経つほど生成物は増えていく。 で、その値は一定になりますよっていうところなんですけど、まあ、生成量が一定になる理由は、これはね、気質はもう残っていないからですね。また、横軸が時間の時のね、このグラフの傾きというのは、反応速度を表しますので、それもね、きちんと知識として知っておいてください。また、横軸が気質濃度、縦軸反応速度の時のグラフは、ね、気質濃度が高ければ高いほど反応速度は高くなるよっていう話ですが、 気質濃度一定以上では反応速度は一定になってしまいますと。で、これもね、先ほど説明していますが、その理由は全ての酵素が気質と結合している状態だからですねな。なので反応速度は一定になってしまうんですと。まあこれはね、もうグラフの基本中の基本ですので、もうきちんと覚えておいてください。では問いの7番に行きましょう。 酵素反応は、気質と化学構造が似た物質が存在すると、酵素の活性部位を気質と奪い合い、酵素気質複合体の形成が阻害される。このような作用が見られる反応は、図8ではどのような曲線になるかという話なんですけど、まあ、これ問題文を読んだ時に、気質と化学構造が似た物質と書いてあって、で、活性部位を気質と奪い合う関係だって書いてありますよね。まあ、そういう阻害のお話ですよと。 で、このような阻害を競争的阻害と言います。競争的阻害というのは、気質と阻害剤が互いにね、その活性部位を奪い合う関係なわけですね。ということは、気質を増やせば増やすほど、阻害物質が活性部位に結合する確率は下がるわけです。ということは、気質濃度が低いときは、阻害剤の影響ってね、それなりにあるんですけど、気質濃度を高くすればするほど、阻害剤の影響は小さくなることになります。 で、まずね、先ほどのグラフで、この点線が、阻害剤がない時のグラフですよね。で、気質濃度が低いところでは、阻害の影響がそれなりにあって、だけど、気質濃度低くすればするほど、阻害の影響小さくなるっていうことは、この破線のグラフに近づいていくようなグラフになります。ということは、グラフとしてはこれですね。はい。これが、気質濃度低い時は、阻害剤の影響大きい。 だけど、気質濃度を上げれば上げるほど、阻害剤の影響は小さくなるということで、まあ、1番ということになります。ですので、最後、問い7番の答えは A ということになります。では、ここで、阻害について、黒板で確認をしたいと思います。で、阻害については、競争的阻害と非競争的阻害の2種類を勉強してください。でまずね、競争的阻害というのは、まあ、阻害剤がないときは、ね、気質が、 本来の活性部位に結合できる。だけど、阻害剤があると、阻害剤が活性部位に結合してしまう場合があり。で、その時は、気質が活性部位に結合できないということになります。で、このようなね、阻害を競争的阻害と言って、まあ、反応速度のグラフを表すと、まあ、こういうふうになりますよと。まあ、これ、白いやつが阻害ない時のグラフで、このピンクのやつが阻害ある時のグラフですね。で、気質濃度が低いところでは、阻害剤の影響が、まあ、比較的ね、大きいんだけど、 だけど、気質濃度を上げれば上げるほど、阻害の影響っていうのは小っちゃくなっていく。まあそういうね、関係のグラフになります。それに対して、非競争的阻害なんですけど、こちらは活性部位と、それとはね、違う部位があるんですね。で、まあ気質は活性部位にね、本来結合するんですけど、その活性部位とはね、違う部分に結合してしまう物質があって、それがこのね、酵素に結合すると、例えばね、活性部位の立体構造が変化してしまったりするんですね。そうすると、気質が 結合できなくなり、反応が阻害されるということになります。で、この時ね、この気質をいくら増やしたところで、阻害物質がこのね、凹んだ部分に結合するのは妨げることできないんですね。なので、気質濃度を上げようが下げまいが、その阻害の影響っていうのはそれなりに残ってしまうんです。なので、グラフを書いた時、これが阻害ない時のグラフで、今回の非競争的阻害のグラフは、まあこういうグラフになりますと。 まあつまり、気質濃度が低くても、気質濃度が高くても、阻害の影響はそれなりにありますよっていうことです。はい。ということで、今回は酵素に関する問題を扱ったんですけど、特にね、グラフの問題ですね。グラフを形でね、覚えてしまっている方、結構ね、いらっしゃるんですけど、そうではなくて、そのグラフが意味しているものですね。それをきちんと理解して、問題に答えれるようになってください。では、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。 今回も授業お疲れ様でした。生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますので、そちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では共通テスト対策とか、私立国立とかの対策をやっていますので、そちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では皆さんお疲れ様でした。